い、どうもインターナショナルスクールチャンネルの西川です。今回はですね、ボーディングスクールっていうのを紹介していきたいんですけども、簡単に言うとですね、まあ、世界のトップエリートが集う、まあ、スクールとなってまして、まあ、中学3年生から高校3年生までの4年間を教える全寮制の私立の学校になってます。イギリスなんかのボーディングスクールはイートン校をはじめ、トップ9校がザ・ナインという風にくくられて呼ばれてます。先ほどもですね、まあ、言ったように、まあ、有名なボーディングスクールでいうとイートン校っていうのが一番有名になってきてます。場所はですね、ロンドンの西にありまして、ウィンザー城の近くにあり、まあ、13歳から、18歳までの男子校となるんですが、25からなる寮があり、約1300人前後の生徒が学んでいるということですね。イートン校の生徒は全員大学に進学するんですが、進学する大学は、まあ、オックスフォードだったりケンブリッジといった、まあ、難関大学に、まあ、入学する方が多いようですと。でも学費については年間約450万円かかってくるということで、相当高いですよね。こんな高い学費払える方いらっしゃるんですかね。で、まあ、イートンカレッジを創立した時代っていうのは日本では室町時代にあたりますと。で、このですね、イートンカレッジの日本人卒業生では貴族院議長を務めた徳川家里が、まあ、明治10年に、まあ、卒業されているということで、日本人の卒業生も一応いるにはいるっていうことですね。で、先ほどの話は、まあ、ロンドン、まあ、イギリスの話だったんですけども、アメリカにはですね、テンスクールって呼ばれるボーディングスクールがありますと。アメリカのボーディングスクールもエリート教育として名高く、学費が高いんですが、世界全体で、まあ、ボーディングスクールとして、まあ、学費はどれぐらい高いのか、まあ、ランキングでちょっと出してみたので、ちょっと見てみてください。こちらですね、正確に言うと、まあ、授業料と寮費の、まあ、合計額になるので、まあ、寮のないインターナショナルスクールは対象に含まれないっていう風になってます。まず第10位ですね、イギリスチャーターハウス、年間の学費がなんと640万円1年ですからね、4年とかじゃないですよ。第9位、ツンブリッジスクール、こちらイギリスです。で、年間の学費が約650万円と、まあ、先ほどの、チャーターハウスに比べて10万円アップしました。第8位はですね、ブリラントモントインターナショナルスクール、こちらスイスになってます。年間学費が約840万円から910万円と200万円ほどアップしました。第7位、レザンアメリカンスクール、こちらスイスになってます。年間の学費はですね、936万円。次6位いってみましょう、ザアメリカンスクールインスイスです。年間の学費が937万円です。第5位です、インスティチュートアウフデムロセンバーグ、こちらもスイスですね。年間の学費がですね、やっと大台に乗りました、1000万円です。第4位です、カレッジデュレマン、こちらもスイスになってます。年間の学費が1029万円。はい、やっと来ました、第3位です、アルペン国際ボーソレイユカレッジ、こちらもスイスになってます。創設年が1910年、男女共学の学校で、こちら年間の学費ちょっと増えました、1116万円です。はい、ちょっともうね、感覚が分かんなくなってきちゃって、もう高いですよね。はい、スイス国内で最も古いボーディングスクールの一つと、フランス語カリキュラムと別に国際バカロレア ITCSE を設けていると。で、カンボジア、タンザニア、ガーナなどへの修学旅行があることでも有名ですと。生徒たちはキリマンジャロ、ことパクシー山への登山も経験するということになってます。学校から徒歩1分ほどのところにゲレンデやスケート場もあり、週末の無料スキーを含む冬季スポーツプログラムもあるということになってます。来ました、第2位です、エグロンカレッジ、こちらもスイスになってます。スイス本当高いですね。創設年が1949年、男女共学で、こちら年間の学費が1204万円ほどとなってます。60カ国から約330名の9歳から18歳までの生徒が学んでいますと。カリキュラムはですね、 ITCSE 国際バカロレアを軸としたカリキュラムがありますと。標高1250メートルにあるビラールにある校舎からはモンブランが見え、スポーツなど自然に恵まれた環境です。ということで、最後に第1位です、ル・ロゼ学院です。こちらもスイスですね。創設年が1880年、男女別学の学校になってます。で、年間の学費はというと、こちらですね、1440万円、
かってくると授業料と寮費だけなんで、これ以外の多分もろもろかかってくるってなると年間で本当に1,600〜1,700はかかってくるのかなと。男子校としてポール・カルナルにより1880年に設立され、1967年に女子キャンパスが増設されました。同校は通常の校舎だけではなく冬用のキャンパスもあり、冬用のキャンパスに移動するということです。カリキュラムはですね、国際バカロレアとフランスのバカロレアがありますと。特徴は施設25メートルの室内プール、サウナ、スチームバス、ジャグジーなどリゾートのような感じになっていると。スケート場、屋外劇場、テニスコートが10個あったりして、まあ、貴族が学ぶ学校で30トンの馬と馬術場があると。学校はですね、38フィートのヨットもあり、18ホールのゴルフ場も利用できますと。このロゼ学院なんですけど、卒業した日本人いるということでこっち紹介したいと思います。まず一人目が芦田太恵さんという方です。ファッションデザイナーの芦田篤の次女、芦田太恵さんということで、こちらですね、東洋英和女学院小中学部を経てスイスのローゼ高等学校を卒業していますと。米国のロードアイランド造形大学を卒業し、タエ・アシダのデザインを手掛けているということですね。次ですね、高田真由子さん。この方はですね、白百合学園中学校高等学校を経て、スイスのボーディングスクール ローゼ学院に、まあ、1年間留学してたということですね。で、東京大学文学部を卒業していると、いうことです。この方のですね、夫が、音楽家の有名な博士太郎さんと。で、まあ、ボーディングスクールの学費ランキング今発表したんですけど、その皆さんご気づきかもしれませんが、スイスが独占しちゃってるんですよね。世界の大学ランキングではですね、スイスの大学はスイス連邦工科大学チューリヒ校が上位に入りますが、大学はですね、世界的にですね、まあ、アメリカだったりイギリスなどの海外の大学がどうしても強いので、スイス経由でですね、アメリカやイギリス、フランスなど、まあ、スイス以外の国にある、まあ、名門大学に進学していくということになってます。高い教育を求める家庭のお子さんを、まあ、ボーディングプログラムで、まあ、世界から集めですね、海外の名門大学にこのように送り出していると。潔いまでの教育システムと言えますね。以上がですね、ボーディングスクールについてでした。どうもご視聴ありがとうございました。